はいおはようございます今日10月31日は何の日ということで「今日日は天才の日ですはい、まあ、10」と「31」って書いて「まあ、天才」と読ませる、まあ、語呂合わせであることが由来になっております。はいで「天才の日」についてはですねあの株式会社「天才工場」という出版社によって制定されました。株式会社天才工場は 誰もが1冊の本を書くことができるとの思いから1999年吉田博史氏によって設立された企業であり多くのベストセラーや作品を世に生み出してきましたで株式会社天才工場によるこの日を自分の才能に気づき天才の一人であることを再確認するということを目的とした記念日としておりますということです。 「まあ天才工場」というまあ名称自体にも誰もが天才であるというメッセージがまあ込められているということで、はい、あの今日日は天才の日です、まあ、世の中にはですね天才と呼ばれている人がいて、まあ、特にまあ自分に何の才能もないなあとかって感じている人にとっては、まあ、絶対に超えられない壁であり、まあ、嫉妬心とかの対象になってしまいますよね。 でまあ、天才とです、ね、自分を比較すると、まあ、落ち込んでしまいがちなんですけれどもやっぱり人によって、まあ、得意不得意もありますし、まあ、自分が、まあ、気づいてないだけで自分は何かの天才かもしれないまだ才能が残ってるかもしれないですね。で、えー、っと仮に今,今現在自分に自信が持てなくても。 様々なことにチャレンジすると、と意外と自分の得いうことです,でです、ね。今日はですね「天才の日」にちなんであのエジソンとこうアインシュタインですねあの、まあ、二大天才というか、まあ、有名な天才の方のお話を少ししたいと思います。でエジソンですねまずエジソンなんですけどもエジソンの名言として 「まあ天才は1%のひらめきと99%の努力」っていうあのものがまあ有名なんですけども「天才」として有名なエジソンでさえまあ努力しているんだから自分も頑張らないといけないなという気分にさせるまあ言葉なんですけどもこれはまあ99%努力したから1%の,あのひらめきが。 まあ生まれるんだっていう感じでまあ誤解されてるかもしれないんですけどもエジソンがですねまあ何をこの発言で何を伝えたかったかっていうとですね1%のひらめきというものをまあとっても大切にしていたのでそのひらめきを得られるのならまあ99%の努力を惜しまないっていう人だったんですねだから1%のひらめきが得られない 努力はあのまあ、無駄な努力というふうに、まあ、考えていたようなんでまあまあ、努力したからひらめけるっていうんではなくてこのひらめくまあ、まあ、よくあのノーベル賞とかねあの物理学とか科学の実験ずっとされてる方のちょっとこう映像とか見られたことあるかなと思うんですけども毎日毎日ですねあの まあこの薬剤入れてみて化学反応を見てあやっぱりちょっと今日は違うかったなとかいうのをもうずっと繰り返して繰り返して繰り返して、あのーまあ、努力そういう努力されてらっしゃると思うんですけれども iPS 細胞のねあの山中清水の研究所の方もあの全ての,あのなんていうんですか試験のこの,あのゼリーの,あのお皿みたいなのにまあ あの入れるこう作業を毎日繰り返されてで確かあの日もなんかこう,こういう組み合わせどうかなまあ全部のお皿にまあ入れろって山中教授がまああのこうそういうご指導を受けてたみたいでまあちょっとやってみようっていうまあもう多分な涙ぐましい努力とまあ歳月を。 積み重ねられてたんんじゃなないかなと思うんですけどもやっぱりそういう,もう努力があってこそ、まあ、ひらめきとかあこれちょっとやっといたらいいんじゃないかなっていうパッとしたひらめきが、まあ、やっぱりあのあの起こるっていうのは、まあ、そういうことなんだろうなと思うんですけどもあの、まあ、99%努力したから1%のひらめきが生まれるんじゃなくて、まあ、その目的を達成するために努力するから。 あの1のひらめきが生まれるっていううことのよっ、はいえー、と確かにですね、まあ、やみくもり努力をすれば、まあ、報われるわけではないので、まあ普段から自分は何に向けて努力をしているのかっていうのをちゃんと考えるのが重要だということを、まあ、ちょっとエジ,エジソンのこの言葉からあの皆さんが受け取ってちょっとあの考えてみてはいかがかなと思います。 えっとですね、あともう一人ですね、あのアインシュタインですね。アインシュタインの脳については、まああの現存している現存してるんですね。びっくりしましたけども、していて、まあその脳を持ってその天才脳って何なんだろうってこうまああの研究されてるそうです。まあそのままじゃなくてこう研究するの切ったりとかしてるので。 あのそのままじゃないそうなんですけどもあのアインシュタインの脳と、まあ、一,般の脳を一般の方の脳を比較するとですねあの左脳脳と右脳を分ける溝がですねすねごい浅い浅そうです、まあ、そのために、まあ、情報伝達が、まあ、早,早いので天才だったんじゃないかなって言われてるそうですへすごいですねなんかまあそういう違いがあるんですね。 であとですね一般の方の脳と,、えー、とアインシュタインの脳では、まあ、なんか重さが全然全然というかちょっとかなり違ってて一般の脳の人は1 4 0 0グラムあるんですけどアインシュタインは、まあ、1 2 5 0ムしかないっていうことで、まあ、一般の方よりちょっとあの脳がちっちゃいというかね軽い軽いそうです。 だからまあ脳みそがまあたくさんあればあるほど頭がいいっていうわけではないっていうあのまあそういうあのことのようです。はいえー、と今日はこのえと天才の方の2二人のちょっと雑学をご紹介させていただきました。 はい、今日は10月31日天才の日ということで、あの皆様もですね。この自分のあの才能を発見するのに、まあ、何か始められるいい日じゃないかなと思いますので、ま是、あ、非ご参考にしてみてください。はい、今日もご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。